こんにちは,にちはもうほぼなんかねあの鍋パーティーやった方がいいんじゃないかっ、ね、<laughs> なんかみんな食べながらっていうのはまああの非常にグーグルらしくていいかなと思います <laughs> あの今ご紹介いただいたようにあの、えー、パッと今タイトルを読み上げるとこの人何やってんのっていう <laughs> ねあのまあ映画監督と写真っていうのはまあねあってもあってもいいかもしれないけどあのソーシャル イノベータータっていうのがまあ何でくっついてるのかっていう、まあ、その辺のことをこれからちょっと映画を通じてお話しさせていただきたいと思いますこれはあのー、オープニングのページなんですけども、えー、実はあの去年の、えー、YouTube スペ、えースのリニューアルオープンの時の、えー、これお芝居やったんですけどもこれの演出をやりましたお前かみたいなふうに言われたらちょっと怖いんですけども、えー、とこの時の演出をやったということで、まあ、一応今日は分かりやすいんで やらせていただきました。で、今日のテーマなんですけども、えー、映画「シングルマム優しい家族」えー、を通して、えー、私たちはこれからの社会にどう取り組むべきか、えー、社会課題に対する企業個人の関わり方というものをちょっとお話しさせていただきたいと思います。この「シングルマム優しい家族」というのは、えー、シングルマザーの、えー、にのまあ、置かれている現状を。 ななんんんか皆さんに伝えたたいっっていうでで作ったお話ですあの実はこの映画あの、えーまあ、ベタベタな社会派っていうよりも、えー、その出てくるお話の中に出てくるエピソードっていうのは、えー、ほぼ大体事実なんですね。ただその事実に基づいてきちんとその一つのお話の中に落とし込んでるという。 だから半分、半ドキュメンタリーみたいなところもありつつも、まあ、一応映画としては仕上げているというような作品になっています。で、まあ、ちょっと簡単に自己紹介させていただきます。えー、と今、ね、お話しあったようにもともとはあの劇団松本和美っていう、まあ、自分の名前つけたこのロゴどっかで見たことあるなみたいな。<laughs> そういうい感じで <laughs> あのパチモンじゃないかっていう,うわ、ね、疑惑がいつも持たれてるんですけども、えー、っとの劇団をまあ主催していて、まあ、一応ちゃんと稽古してます。でまあそこの中で演出家やったり、えー、映画監督やったりでまあソーシャルイノベーターこれは後ほどご説明しますけども、まあ、社会的な活動も今始めているというところです。えー、これはあのーまあ、何を考えたか いきなり初めての映画ショートムービーをフランスのリオンでオールフランス人スタッフで撮ってしまったっていう英語もしゃべれないのにいいのかなみたいな話なんですけども、まあ、こういう形で活動してきましたそして、えー、今お話しした「シングルマムやさしい家族」これは僕の初めての長編ですこの長編映画を去年の6月北海道のニセコ町もう多分あの皆さんスキーでねパウダースノーのスキーで皆さん今すごく 人気のあるところで、ここ今、ニセコ町大変なことになってます。あの外国人の方々がいっぱい来てくれたおかげで、えー、40平米のマンションね、えー、いくらだと思います。これ外国人しか買えないマンションなんですけども、えー、今1億円超えちゃいました。<laughs> それぐらいすごいことが今ニセコ町で起きてるんですけどもじゃあニセコの町ってどうなのって言った時に町町自体はものすすごく質素な町なんですねでここの町はあの町の長税っていう町のポリシーとして相互扶助っていう。 みんなら助け合っっっててていうそういいくうううそのポリシーがあ,って、まあこのお話はちょっとする30分に収まらないんでまた機会があったらお話ししますけどもあのそういう町のポリシーとこの映画のポリシーが数字上にマッチングしたんで、まあ、町長を含めて町の人たちの全面協力をいただいてここでオールロケニセコ町でやってきたっていう映画です。 でこの「結婚の偏差値」っていうのはこれは舞台の方でも、まあ、あのシリーズ化していたんですけども、まあ、これの一環でショートムービーをフランスのリオンで撮ってきたっていうことですでもこれはまあ,あの劇団として、えー、舞台としてパフォーマンスやってきた、まあ、こんなことやってきましたよって、まあ、アイドルさんが多いですね、まあ、そういうようなことをやってきました、まあ、これはサクッとそしてこれ去年、えー、YouTube スペースのリニューアルイベントの、えー パフォーマンスのディレクターをやらせていただいたということです。じゃあここまで来てあなた誰なのっていうことなんですけれども、えー、先ほどのあのロゴマークねあのお,次お,お気づきかもしれませんか、えー、怪しいのかなっていう。えー、実は、えー、この仕事を就く前のキャリアというと、えー、まあラジのパーソナリティもやりつつ、えー、実はあの衆議院議員もやってたという。えー、あのこの話するとだいたい。 あの皆さんそういうい反応するんでするでイワナ・シャバックっていう、えー、アクティングコーチや、ね、ハリウッドのアクティングコーチが日本に来た時にちょうどお話しする機会があって「あなた何やってたの?」って言って「いや議員やってた」って言ったらもう今の反応と同じですクレイジー <laughs> もうクレイジーしか言ってもらえないっていうような経歴なんですけども、まあ、あとは、まあ、これは本当にじゃああのさっきのマークはパチモンじゃなかったっていう、えー、実はあの松本清の、えー、創業家の一員なんです。えー またここでねこれを一応説明すると皆さんの食いつきがよくなるんで今日はあえて説明させていただきましたまああのこういうまあ面白いっていうかクレイジーなまあ経歴の中でえ今日えその映画っていう全く違う畑の中で今やっているということの中での説明をさせていただきたいと思います。であのこの映画を作るにあたってはえ日本シングルマザー支援協会というこれはあのシングルマザーをえー自立支援していくという。 かわいそうかわいそうじゃなくて、えー、しっかり働かなきゃダメじゃないのとで、あのー、仕事を一生懸命親身になって紹介していくっていうその活動をやっているところですここに一番最初に僕が説明っていうかあのー、お話をお聞きしに行って、えー、いろんなマザーたちの、えー、現状っていうものを知ったんですねあのー、だからここでお聞きしたことがすごくこの映画にも反映されているということですそしてこの子育てパレットっていうのも、えー、同じように えー、シングルマザー、まあ、子育てこ、こちらはもう全般ですけどね、子育て全般の,、ねあのえー、支援をしているところなんですけども、まあ、あのそこの中で、えー、特にこのフードバンクっていう、まあ、フードバンクって皆さんご存知ですかねあの外資系の方々たちは非常に知っていらっしゃる方が多いんですけども、えー、まだ日本の企業だと知らない方がすごい多いんです。あの去年ですけど、えーに ちょうどね渋谷でも渋谷っていうか全国的に国際女性デーっていうのがありましたよね。で、まあ、女性デーなんで、えー、っとこのフードバンクの話をちょっと質問で手を挙げた時に、えー、知ってる方が一人もいなかったっていう、まあ、女性の人たちの経営者も含めて、まあ、これぐらい温度差があるっていうことなんですね。でまあここのフードバンクこの映画でも出てきます。 あの非常にセンセーションルだったんですで僕もこの映画を通じてこのフードバンクのお手伝いを、えー、もう1年以上続けてきていてまあそういうことがまあいろいろね感じていただけたのがまあどちらも一応コメ顧問として今年の6月から、えー、活動させていただいているということですまああとはね武蔵野学院大学っていうところでもスペシャルスピーカーみたいな形で、えー、たまにはお話しさせていただいておりますまあこういうことをベースでしながら映画を今回作っているということです。 じゃあちょっとあのこれ予告編なんですけどもこれ10月に公開で、えー、まあ一応予告編ちょっと今日の教養に少し少し付け足したところありますじゃあちょっと見てください。あんたなんか産むんじゃなかった。ね。どうしたらいい？思い出せにちゃんと。私のシンプで。

登録したいです噂で、うんうん、やってるって聞いて、うん、大丈夫ですよお名前だけ書いていただければでもいい人ばかりじゃないんでその結晶が子供でしょ とということで、えー、ちょっと短くて内容的にはちょっと分かりづらいかもしれないですけどもあの実際に今ここに出てきていた、えー、お母さんお母さんというか、えー、女性と男性のやり取り、えー、5か月でおろせらとかっていう話これあの嘘だろうと思う人いるかもしれないんですけども本当の話なんですこれ実はあのもっともっと大変な話です。ごく これは5か月っていうふうに少しデフォルメしちゃってますここは正直な話そうじゃない部分での非常に大変なところが実際問題起きてるんです。それであのちょっとあのこの映画でえ合わせてまあこういう最近の事件ねあのもうこれ本当に僕も話しするの嫌なんですけどもえ5歳児虐待でねっていう目黒区の話あとはロッカーので あの子供がが、ね、赤ちゃんが見つかったっていう話これはあの例えば、えーまあ、正直な話コインロッカーベイビーって昔もあったんですよ。ね、でもやっぱりこれがやっぱりもういろんなことが今日本すごく今起きてきているでこれって、まあ、このニュースだけじゃないですけどもやっぱり女性はすごく今。 あのどういういい立場にいるのかな今日女性の方結構いらっしゃるんでそれはそれで僕逆にお話できるのが嬉しいんですけどもあのこの現実があるでさっき映画で出てきたこの現実もあるっていうことからするとすごく今日本の中でのなんので起きるのかなって考えたわけですねここで。んで起きるのかなって考えた時にやっぱりものすごくあのー。 パーソナル化になっちゃってるっていうあの、ね、Google さんで話しするのはあるかもしれないですけど非常にあの皆さんの行動っていうのが携帯端末スマホを中心になってきて全ての情報がそこから吸収していくっていうそれは言ってみるともう全ていつもこの状態じゃないですかこの状態で、えー、その画面とのやり取りになってるっていうところから非常にあの今それぞれが気づかぬうちに 孤独になななっっっててていいるではかうこれが、あのー、すごく今すごく社会現象として出てきてるのかなっていうふうに思ってます。で、えー、特に女性の、ね、特に日本のお母さんっていうのは、えー、昔から、えー、まあうちの親父の、ね、世代お,お袋もそうでしたけどもやっぱりあの一歩引いてっていう、ね、あの旦那さんの一歩引いて。 えね、ことを、ね、やっていくってていうそういいくううそだね。でまあ最近はそういうのがだん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 わからないっていう人たちも出てきてますけども基本的にはそういうものが男性側に思ってるんですね男性側に強くそういうふうに思ってるっていうのがまだまだ強く根付いているだからあのセクハラパワハラっていうのはこれなくならないわけですね。であのこの 映画の中で特にシングルマザーというのは女性の問題なわけですでもこれを女性の問題だけで片付けてしまうとこの問題解決には何もならないやっぱりその女性と対峙してこういうシングルマザーが生まれてしまうというのは必ず対岸には男性もいるということを我々は理解しなきゃいけないのかなっていうことなんですねなんで、えー、どうしても今日本の中でシングルマザー対策しようとすると どういういいい手当てをすればいいのかなだかとかそういういころから入って,ってしまうそれは男性目線なんで,すよでもそのどういう目線、ね、そういう支援とかっていう話じゃなくてこれはあの全体的に言えることなんですけどもやっぱりこういうことが起きてしまう先ほど映画の中でもありましたけどもお母さんたちって例えばシングルマザーの話で言えばどん,どん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 日常の中でちょっとしたことで追い詰められていってるんですね。 それはやっぱりパーソナル化しているからその相談する人がいなくなってしまっているっていう多分これはあのー、シングルマザーのお母さんたちだけじゃなくてもしかしたらももそうななのかもしれないです、えー、いろんなその人とのコミュニケーションというのは、えー、例えば、ね、この会社終わった後に取,り取るだとかっていうものは昔は普通にありました。でも今は いろんな働き方らも含めて多様化してきている。それとやっぱり自分の時間を大切にしたいっていう人たちもすごく増えている。まあそういう中では非常にパーソナル化がどん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 これからも進んでいくと思ってます。そこの中ではどん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 子になっていくっていうシチュエーションを自分で気づかぬうちにどん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 作ってしまってるのではないかなっていうことです。なんでこの問題ということが。 例えばかわいそうだねっていう話で終わらしちゃっていいのかなっていうことなんですよね例えばシングルマザーの支援やるのにも例えば皆さんが、えー、例えばシングルマザーシングルマザーかわいそうだよねっていうこの映画を見てかわいそうだよねっていうところここから入ってしまうと多分僕が本当に伝えたかったことと違うところに行ってしまうのかなっていうふうに思っているんですね確かにその状況を見ればかわいそうなのかもしれないんですけども 実はこ,のこういう問題あのもしかしたら明日は自分の問題になななるかもしれないってことこんですねあの社会問題社会課題だとかそういうものって比較的自分が順調にいってる時って対岸のことなんですよね。あまり気にしていないかわいそうな話で終わってしまう。 でもこのシングルマザー一つ取ってみてもこのシングルマザーって例えば、ね、DV だとかそういうところから逃げてきたお母さんたちもいる。でも中には突然旦那さん亡くなってしまって死別でシングルマザーになっちゃった方もいる。そうなった時に明日は我が身だっていう気持ちでいないとすごい自分の中での崩壊が起きるわけです。 実際に僕も取材させてもらって、えー、一番このシングルマザーになってしまったお母さんたちの中で一番大変な思いをされているのはやはり突然旦那さんがい,いなくなってしまった場合例えばパートナーがいなくなってしまった場合この時に一番そのお母さんのショックっていうのがものすごく大きくて何をしていいかわからないっていうところから始まってしまう。で特に旦那さんがある程度ののポジションの方で ね、専業主婦でやられていたそういう方々はやはりもう自分がそういう生活してきてしまってるからどうしていいかわからないっていうでそういうことが日々続いていく中でどん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 気持ちが追い詰められていってっしまうなので先ほど僕があの予告編で見せていただいた部分っていうのは一番この社会課題で考えなきゃいけないのはどういうふうに人間が追い詰められていくのかっていう。 気持ちがどういうふうなことで。そういう気持ち、ネガティブな方に向かってしまうのかっていうことを、まずは理解していただくっていうよりも感じていただきたいなというところなんですね。やっぱりあの理解するって言うと、すごく高いハードルになってしまいます。でも、そういうふうなことを感じてもらうっていうところから、社会課題って取り組んでいただけると多分。なんか違うものが見えてくるのかな。と。今あの日本の中ですごく。 あのこれから本当に考えなきゃいけないなっていうふうに思うのは比較的やっぱり偉い人で知って決めつけでくるんですよねこうあるべきだとかこうあるべきだっていうところからの発信でくると世論がすで,すでにすすそっちの方に向いてってしまうそうなると皆さんもうぎちぎちですよね全く余裕のないかで中で生きてしまうっていうそれが今すごく今社会 的なまああの問題じゃないですけども生きづらさになってしまっているというふうに思っています。やっぱりあのそれはやっぱ感じるっていうよりも一つのことっていうことで認識してしまうからだと思うんですね。やっぱりその人間っていうのはやっぱり感情で生きているものなんで、その感情できちんと触れ合うっていうこと、それはもうフィールでしかないじゃないですか。そのしっかりとあ何かこの人何か思ってんのかな。 例えば役者さんで、あのー、特に若い役者さんで僕がよく言ってるのは特にまあ日本の場合はね前向いてお芝居するっていうのが結構基本になるんですけどもそうなるとここの人間性の関係値が全く見えないわけですよね。なんで、えー、舞台は比較的皆さんには、えー、どちらかというとご遠慮したいっていうジャンルになっている方も多いと思うんです。でも 日本基本的にあのこれ対峙してここに人間関係がきっちり見えたものに関しては皆さん話がどうのこうのっていうのもしっかり食いついていただけるわけですね。っていうのはやっぱりそこにきちんとやり取りがあるっていうことでやり取りがあるっていうことはなきゃいいけないってことなとこ、ね、んでお芝居って例えば台本があっても台本通りに違う人たちで組み合わせをやると全く違うものになるわけです。 それは何でかって言うと、こちらの役者さんがこちらの役者さんから出てきたセリフに対してどういう風に感じて反応するかっていうことで変わってしまうわけです。なんであの同じ台本でも全く違うものに見えてしまうってことが起こるわけです。なんでやっぱりそのいろんな社会課題だとか、そういうものを含めて何が起きているのか？なっていうことのかわいそうな部分だけじゃなくて。 何をそこから感じられるのかなっていうことを何か気をつけてみていただけるともしかしたら見え方っていうのが変わってくるのかもしれないです。でちょっと本当はいろいろばっと書いてきたんですけども、えー、もう時間がなくなってきたんでぽっぽっと飛ばしながら、まあ、これはちょっとどうでもいい話なんですけど、まあ、じいさんです、ね、あれはこれが松本清です。はい、それで、えーっと じゃあこれから個人と企業どういう形でこの社会課題に関わるべきなのかということもう僕は一つのヒントとしてはこのソーシャルエンタープライズっていうこの考え方だと思ってます。えー、ソーーシャルエンタープライズ えー、もう皆さんはねご存知だと思うんですけども、まあ、一つの概念の中にはこの SDGs 最近すごく言われてますよね SDGs っていう、えー、2030年の、えー、にまでに解決すべき、えー、解決しなきゃいけないという、えー、国連がが定めたゴ、えー、ゴーーールルですす、えー、のゴールとのとターゲットがありますこの分野において、えー、皆さんが一緒になって頑張って、ね、やりましょうっていうゴールです。 でその中に誰一人として取り残さないっていう、これ大きなスローがあります。でもものすごくこれ大変ですね。誰一人とこね取り残さないっていうことは誰一人ハッピーになってなねみんながハッピーになってなきゃいけないっていうことですから、ものすごく高いハードルなんです実はこれ。でその時に、えー、国だとかそういう行政でやれることっていうのはもう限られていますね。その時にやっぱり必要になってくるのは社会的企業っていうこの考え方なのかなと思ってます。 今まであの企,業さんって企業で言えばま利益を追求していくというのがまあこれがお仕事ですよね、まあ、そこにプラス利益を分け合えるというこの概念がやっぱりこれから必要になってくるのかなとそれとまあこれあのボランティアはただで働くのが当たり前だというそういうのが特に日本強いです。ここの部分も少し抜け出さないとやる人いなくなっちゃいます。 ね、何でかっていえばそのボランティアやってる人たしも生活あるわけですから、ね、生活していくにはっていうところを考えた時に何でもかんでもタダでっていったらそれは無理ですよねだからこういうところの考え方っていうものを一個抜けないとなかなか先ほどの、ね、誰一人とかっていうところのところまでは意きつかないのかな。でソーシャルエンタープライズでまあ代表的なのはジェイミー・オリバー、ね。彼はご存知だと思うんですけども特にこのね あのフフフィィテンンンァデションこれはあのホームレスの方々を、えー、就職支援してレストラン作っちゃったっていうで自立させたっていうそういう事業ですねだからあそこに写ってる、ね、周りの男の人たちはみんな、えー、ホームレスだったっていう、まあ、でもこれをやることによって自立しましたとで、まあ、もう一つ有名なのが、えーブ,ローえー、ブレイキンググランドっていうね、えー、これも非常に、えー、有名です。 えー、ハガティさんが、えー、要はニューヨークでホームレスが非常に増えてしまった、えー、市の方でもものすごく大変な思いをしたっていうでも、えー、彼女はそのねあのこのもともとはコモングランドっていうところなんですけどもこれを立ち上げることによって、えー、ホームレスの皆さんをとりあえず一回きちんと生活さできるようにしましょうとであの住宅支援からさらにそこにはあの就職支援までやっていくということを、えー、やってます。 これ実はホームレスだけが入っている建物です。これが全米にものすごい数今作っています。で実際これが彼らが住んでいる。これはもうある程度きちんと自分は自立していくって意思を持って人たちがセカンドステージで入るところなんですけれども、そういうような活動をされています。でここであの一つ共通するところがこれからのその社会的な活動の中で一番大事なことは。 やっぱりやる人たちが疲れないってことが一番大事なんですやる人たちが疲れてしまうとそれ持続していかないんです結局今その日本の NPO さんも含めて一番大変なのは資金的な問題も含めて人の問題も含めてやることが続けられなくなっちゃうわけですそれはもう大変だから正直でもここで二つソーシャルエンタープライズっていうこの概念の中でここ何が変わるかっていうと ここでしっかりと社会活動をしながらビジネスにしていくっていうことなんですね。だから、えー、先ほどのジェイミーオリバーもこの、えー、ブレイキンググラウンドもこれきちんと自分たちでビジネスとして成り立ってるんです。だから続けられるんです。ここはものすごく大事なところで、えー、これがあのやっぱり日本の場合にはね何かやるときには公的資金入れればいいだとかっていう議論になりがちなんですけども、そうじゃない。 皆さんが少し考え方変えてボランティアでも儲けてもねいいじゃないと活動するために儲けてもいいじゃないっていうふうなそういう気持ちに世論的に変わればこういうことできるんですだからこれものすごく大事なことなのかなっていうふうに思ってます。それでまあ,あの個人としての関わり方としては、えー、やっぱりあのどうしても役者さんもそうなんですけども自分見てっていう気持ちが非常に強くなると見てる人たちは辛くなってしまいます。なので まあ個人でこの社会問題に関わる時っていうのはちょっとね相手に優しく気持ちで接してあげられるっていうその優しい気持ちをちょっと持つだけで多分見えるものって変わってくると思うんですね。で企業さんで言えばえ本業はしっかり大事に皆さん頑張っていただきたいです。 その本業とは別の部分で社会貢献だっていうこれから CSR もいろいろ言われてきていますけれども社会貢献必要だということならばソーシャルエンタープライズの支援をされるとももしししかかたらいいのかもしれませんここの分野は本業は本業その社会活動はこちらのプロフェッショナルに任せていくっていうそれをきちんと支援しているっていう形はもしかしたらすごく美しい形かもしれませんまあそういう形がいいのではないかなと。共通して言えることは それは社会の、ね、そういうふうに課題を持っている方々にほんの少しでもリスペクトするっていうベ、ね、ベタベタじゃなくていいと思いますかわいそうなんだよっていうところじゃなくてほんの少しだけで、ね、一緒に頑張ろうよって気持ちの中でのリスペクトを持てれば多分見え方も変わってくるんだと思ってます。で、えーまあ、今後なんですけども。 えー、もう社会的な弱者を弱者として見せないなじめる社会というものがこれから多分必要かなと、ね、それはもう区別がない差別がないということですよねこれがものすごく社会では大事でそれと、えー、どうしても皆さん、えー、とその支援する側される側というこの2方向に分かれてしまいますこれはもう仕方ないですその時に、えー、相手側に支援されてるんだっていうところがものすごくコンプレックス感じてますから このコンプレックスをいかに低くさせられることができるのかな、それをなくすことができるのかなっていうのが多分課題だと思います。そのコンプレックスが拭えるこれはえもしかしたら切り口としては今まではね隣の人がいいバッグ持ってればそれを一緒になったら買いたいっていうふうに思う気持ちが無理をさせたかもしれない。そうじゃなくてえ小さく小さいが貧しいじゃなくてね小さくてもリッチに見える生活感ねそういうねそういう暮らし方 こういういもの,そのミニマムリッチというふうに書いてしまってますけどもこういう価値観がなんか皆さんで共有できる違う違ってくるのかなとそれと、まあ、先ほど言った「子になりがちな現代社会において、えーね、緩やかであの押し付けのないコミュニティが作れたらば絶対こうしなきゃいけないんだよ」みたいな形でご近所さん付き合いするというんじゃなくて。 まあそれを分かり合える相互で助け合える社会ができるとまた違ってくるのかなと、まあ、そういう意味ではあのコンプレックスを感じさせない社会、まあ、シンプルに生けられたら多分そういうものはすごく軽減されていくんではないかな、まあ、これ多分今アメリカではすごくこのねヨーロッパではシンプルライフ、ねまあ、タイニーハウスも含めて非常にスタンダードになってきているのかなというふうに感じています。でまあ、ここが一番なんですあのまあ人はは生まれてくる時には親も 選べないですよねで、えー、性別も選べないで人種も選べない選べないことだらけなんですでも生まれた途端に、えー、そういうふうに皆さんの中で区別をしていってしまうっていうここをやっぱどう理解していくかっていうことだと思います。でこういうことがありながら何が一番大事かっていうとあのー。 そういういろんな人種も含めたいろんな多様性の中で必要なことはもう社,会社会全体としてだから社会っていうのはもう皆さんですよね我々皆さんも含めて全員で機械の平等っていうものを担保していかなければ、まあ、子どもたちは夢がなくなってしまうわけです。 だからこの社会活動というのはいろんな一つ一つの個別の問題は解決していかなきゃいけないということはあるかもしれないけど将来的にはやはり子どもたちに夢のもらえ持てる社会というのは多分世の中的にはすごくハッピーになっている状態だと思います。なので、えー、これは特にこの,あの社会全体でこういうし環境を作っていくというのがものすごく大事なのかなというふうに思ってます。 でこの映画なんですけども、まあ、最後に映画のまた話なんですけど一応まあソーシャルエンタープライズっていう考え方の中でこの映画の収益の一部をあの一人親世帯の、えー、皆さんのお子さん、ね、にあの一応、えー、支援金という形で支援していくというふうな形で今回の組み立てはしてます。これれも非常に抵抗されました 抵抗されたんだけどもやっぱりこの映画をやる意味っていうのはやはりここにあるんじゃないのかなっていうのは僕自身がすごく強く思っていたんで、えー、例えばあの皆さんね、あのー、ランドセルが買えないとかって分かんないじゃないですかでも実際あるんですよランドセル買え,た買えなくて学校行きたくない制服買えなくて学校行きたくないっていう子どもたち結構いるんです。でやっっっぱそそれもコンプレックスになってていしままうううんですでそういうことをまず1つ 解決まででかないですそんな大きなものじゃないですからでもそういうふうに取り組んでいくっていうことでそれが少しでも広まってくれればもしかしたら変わるチャンスになるかもしれないっていうそこに期待してこのことをやっていますそれで、えー、これなんですけどもどうしても支援っていうと「for you」っていうねそれとまあセパレートしちゃってるところもありますでどうしても「with you」って言いたくなってしまうでも支援って僕はちょっとそうじゃないのかなっていう。 もう for us、ね、私たちのためにっていうそれと一緒にっていうねトギャザーで一番は with us ですよねこれもう WithYou だと寄り添っていって、ね、相手の問題になってしまいますでも WithUs であれば私たちの問題だっていうことで迎え入れてあげるこれが多分コンプレックスをなくすっていう。 すごく大事なことなのかななと思ってますなんでこういうようなことの意識の中を少しでも持っていただけるとこの社会課題、まあ、企業さんも個人さんも変わってくるのかなというふうにちょっと思ってます。サンキューということです。まあ、あのそういうことであのこの映画はこれから10月に公開されますがもし機会あったら見ていただけたらと思います。ありがとうございました